TQ です。イエイ。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はいはい、水曜トーク、うん、始まりましたけど、ええ、まあ先週の金曜日は東野さん、東野さんに来ていただきました。突然現れると。本当にあれだから東野さんが事前に木下に急遽連絡してきてくれた、はい、来ました僕には、はい、行くわ、はい、ちょっと、うん、あまりにもちょっと申し訳ない思いがあるということで、あの一番日本で借りてはいけない人が木本なんではないかということでお金をね前の動画で、はいはい、まあ、概要欄貼ってますけど、うん、借りてしまったのですぐに返したいという、うん、5日後ぐらいに持ってきてくれましたもう申し訳ない。いやほんで、そうめんいただいたでしょ。そうめんいただきました。利子で、うん、利子で投資成功、投資成功で、うんうんうん、で、あのそうめん、あのあれからもうすぐ、見た見た、ツイッターで見てくれた、うん、作って、でちょっとこれね、うん、ああすごいやん、映えてる。どうでしょう、はい、一応綺麗に綺麗に、で、こうやってアレンジ系のこちら、はい、あトマト入れたりして、これは何、奥さんが、え、自分で、あ、これはあの奥さんが、はいはい、お奥さんがやってくれたんだ、うん、そう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 、東野そうめん、はい東野そうめんは直毛でそうですね、つるんつるんで、よかったですね。俺でもそうめんで思い出したんやけど、うん、あ、東野さんありがとうございました、ありがとうございました。そうめんで思い出したんやけど、うん、俺そうめんもともと子供の時ってあんまり好きじゃなかったのね。ほう、でそうめん好きになったきっかけがあって、うん、それが木下のお母さんやねん。ほう、覚えてないの。覚えてない。養成所時代にさ、木下が大阪の寝屋川に一時住んでる時あって、あったよ。なん時によく俺迎えに行ってて、はい、で木下って言ったら、はい、おばちゃんが、うん、昼ご飯食べ言って入れてくれて、うん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 、ほんでパッて出してくれはったのがそうめんやった。へー。でその時に俺がさっき写真に見せたように、うん、なんかちょっと飾り付けてさ、はいはいはい、実家ではそんなんなかったんな、うんうんうん、うちはもう工場やったから、うんうん、ドーンやってんけど、工場やったからって工場やからとかちゃうで、説明不足、まあ、工場やからさ、従業員の人らの分、そうそういうこと、そういうこと、いっぱい作らなかったからドーンが多かったんやけど、うん、おばちゃんが作ってくれたやつちょっと添えてね、パセリとか、そう、ね、ミニトマト、うわこんな食べ方あんねやと思って、なるほど、俺食べてめっちゃ美味しくて、俺それでそうめん好きになって、ほー、それからまあ言うたらずっと食べてて、今回のこの感じなんや、映える感じなんや、そう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 、ずーっと、で、それで思い出したよ、うん、俺な、木下とか木下家に、うん、なんか食べ物を、うん、教えてもらったっていう、はめられた、はめられた、巻き込まれた、はいはいはい、っていうのももう一つが、うん、焼肉や、焼肉やな、な、うん、焼肉っていうのがこれもな、うちな外で食べることがなかったんな、工場やから、工場、工場、これもう俺が言うんはええけどさ。あ、そう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 、おじいちゃんが厳しい人で外食あんま許してくれないんだよな。で、木下んちが1店舗だけお兄ちゃんが焼肉屋さん、町焼肉屋さんをポンって始めた時期にちょうど養成所やって、はい、で、ネタ合わせしようや、うん、で木下がうちの焼肉屋さんの1階は夜になったらもう閉まってるから使えんで、はい、言って、あ、じゃあ使わせて、で2人でそこでやるんだよな。そうですよ、中にね、お兄ちゃんたち家族は2階で寝てはんねん、はい、ほんだらあ、これが焼肉屋さんなんやっていう鉄板がこうあって夜中に黙ってよ、黙ってガラガラガラって開けてよ、あかんねん、あかんねんね、あかん、あかんよ。でもまあまあ木下もそこに住んでてっていう感じやったから、うん、入るなり木下がシーって言って、あ、ネタ合わせなのにシーなのと思ってパッて座った、僕厨房入っていって大きい業務用冷蔵庫バカって開けたらお肉ドゥルーッ入っててシーって言って、え、何何何と思って、骨をここからパンって出して、ほんなら俺生まれて初めて見てタン、牛のタン、ね、タン覚えてる、したね、丸ごと乳化したやつがね、うん、何それね、何って言ってシーッてまだタンがね、その頃って今から言うたら30年以上前からね、我々中でもね、うん、まだタンがちょっと普及し始めた頃で俺衝撃やったんよタン思って、ベロ思って、でそれを木下がガー出して、包丁で包丁パン見せて、切りよね、うまいこと、営業用のやつ、営業のやつさ、切ってさらにふー並べて
でもう一回奥からバーってロースみたいな霜降りのやつジョージョー俺ジョーとか知らんから何ジョーって言って綺麗に切ってくれて隣に並べて持ってきて食べよっつってそうマジでって言って木下のところ焼肉屋さんってタレめっちゃうまいねんけど、ね、でそれをこう焼いて木下が全部食べさせてくれんねん、はい、でめちゃくちゃ美味しいねんけどただすぐ2階やからあの焼いてる音バレたらあかんからずっと弱火やねんそれでネタ合わせやってたな懐かしいないやでも俺誤算やったんがやっぱ煙が残るからめちゃくちゃ怒られてめっちゃ怒られていや焼肉は C はあかんわ C だから C 関係ない強よせえなうわ出るから何してねえってボッコボコよ兄貴からほんで、あのその分は働け言われてずっとバイトしてたバイトしたというねやっぱり悪いことしたあかんなということですけどね思い出しましたという話でしたそして日曜日、うんコント、うん知ったかぶり、はいはい、我々の思い入れのある、うんね、うん、どうなんですかコントあんまり毎回伸びてませんけど、うん、どうなんですかヒカル君のね、うん、YouTube 方式で言うと即やめろですよ、うん、伸びないものは、うん、ああそこを守るのかって言うてはりましたねなんかそうかもう我々のカタログアルバムとしてちゃんとそれはコントはちゃんと置いていくのかっていうのをちょっとコメント欄でも聞きたいなと思ってあなるほど一応コントはもう取りだめてて、うん、あの全体の流れ的にちょこって出していけたらなって言ってたけどそう、うん、言ってたほんでまあいろんな意見あるやんもうそれこそね YouTuber ヒカル君は再生伸びないものはすぐに切り捨てろ、うん、これもすごい一つの答えやと思うし、うん、YouTuber ではない西野さん、うんキングコング、うん、あの方はいやちゃんと自分 の、まあ、のいわゆるホームの部分でアルバムとして残しとくべきやと、うん、YouTuber じゃないんだから、うん、っていう意見もあるし、はいはい、そこをどうするのかっていうのは我々の今こう分岐点というかじゃあ間を取ってちょいちょい出していこうかにしますか再生数悪くても悪くてもまあやっとくか、うんた頻繁ではなくそう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 あの、うん、いいペースを見つけていこうよそうなんですやっぱりね、うん、いやもうそんなん言わんと出しといてよって意見を芸人やんかって言ってくれる人たちもおると思うんだけど、はい、やっぱ俺も再生数は欲しいなって思ってしまうし、うん、どっかグーッとなってしまう部分があるから、うんうん、やっぱりいいものはラインナップ上げていきたい、うん、みんなが興味あるものを上げていきたいって思いになってしまうねんな、うん、そうそれはちょっと分かっていただきたいなっていう思いで、はい、まあでも出していくと、うん、ところとこねはい、はい、分かりましたはい、さあというわけでまあもう毎日、うんツアーの打ち合わせがね8月5日迎えてその間に僕ちょっとテイラーバートの稽古もあったりとか舞台を一応挟むからね、毎日7月の後半は、うん、8月の頭まで、うん、7月29、30でテイラーバートがあるので、うん、それまで毎日稽古ですよでなので申し訳ないちょっとツアーの打ち合わせもちょっと止まってますそうです申し訳ないでまあその稽古が終わってからやる日もたまにこう、うん、そう夜中からねありながらやねんけどまあまあでもそれはもう乗り切ろうよね、なあもうこんなありがたいことや、うん、ほんまにこうずっと仕事なかった時期あったので、うん、この毎日忙しくしてもでるのはありがたいことですけど、うんうん、パンパンやん頭がいやだから俺セリフがせねまあ俺自身がその今回の新ネタを頭入れるっていうのが、まあ、やっぱり大変なツアーのねプラス今舞台のセリフ頭入れなあかんねやと思ったらちょっと想像できひんのよねしかも、僕出ずっぱなんですよ、うん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 、ずっと出てるんですよ、うんうんうん、1時間半、2時間ぐらい、うんうん、だからこう、ずっとこう、なんでしょう、かかってるというか、はいはいうん、休憩の時間がないんですよ、うんうん、それがね、まあめちゃくちゃ楽しい、でももう、宮迫さん主演、うん、で、戸田恵子さん、うん、で、西野さんも出るので、はいで安倍義嗣さんというもともと役者の劇団四季とか出られてた方なので、うん、みんなこうね毎回違うんですよアドリブがなるほどねなんやろな、うん、このいやまあ宮迫さんとか西野とかって芸人としてもちろん面白いしすごいっていうのはあるやんか、うん、この舞台になった時のあの発揮力というか、うん声もすごい通る2人やし、うん、もう戸田恵子さんもちろんやんな、うん、
阿部さんももちろん舞台の人やから、うん、芸人枠が3人あんねんけど、うん、もう毎回アドリブで毎回お笑い筋肉を本気で使ってんのよ、うん、なんか俺ら打ち合わせする時ってちょっと座りながらなんかこうボソボソっとやって、うん、でちょっとタイミングで大きい子やろうかみたいなやるやん、うん、やないね、うん、ずっと100よーいスタート言うてもまた違うアドリブ思いっきり全力で注いでくるからこっちも気抜けない毎日ですよ、うん、それはもう戸田さんとか阿部さんっていうプロの役者の人たちももう100でくるのだから、うん、びっくりしてくれてる。ああそういうことね。なんなん芸人のこの3人、はい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 、えこんな感じで打ち合わせ進めていくのっていうプロたちがびっくりするぐらいかかってるみんな。でもそれってそうやってこうね、スターお二人役者の人に来てもらってるっていう舞台ですごく姿勢としては美しいよね。美しい、うん、それはびっくりしてくれてるし、うん、俺らもなんか人生かかってるみんな、うん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 、もうあとないねんもんだって。そうやね、もう俺が言うのもないけど宮坂さんも本気、もともと劇団やりたいって人やから、うん、なんかこうああもう前までよりも本気に感じる。へえ。知らんけど、まあ、昔の宮迫さんは一つのこれを一仕事じゃなくて何かの一つのきっかけというか、節目にしようとしてはる感じね。してる感じがあるので、うん、これはちょっと本番楽しみに。これ24日とか稽古を見るためのイベントあったりとかするね。お客さん入れて稽古、一般のお客さんが入るの。面白いな。そう、ほんでもちろん関係者用の日もあるし、ゲネプロ、はい、ゲネプロ、うん、本番も2日、3日、3回か、うん、2日で3回、うん、あるから、なんか今までとちょっと違う。配信も入るしとか、なんかエンターテインメントがギュッとここに詰め込まれた感じ、うん、なんか何種類かのエンタメがそこに入ってる感じ、ね、そう、うん、だから勉強になりますよ。面白いね、うん、それをまたこっちにね、引用させながらやりたいと思うんですけど、はいはい、はいはい、勉強してきてください、それを。はい、うん、そしてまあ、はい、ツアーの打ち合わせ続いてますけども、うん、まあ、改めて言いますけど、富山の方には北陸アイドル部が来てくれたりします、うん、そして、9月16、17、18の鳥取、山口、広島は、ヒッピーさんが、ヒッピーさんが来てくれます、一緒に来てくれて、はい、ちょっと面白いコントをね、うん、何か一緒にやろうということで、うん、ね、言っちゃっていいよね、8月1日、うん、インスタライブ、はい、ヒッピーさんとインスタライブやりますんでですね、うん、ぜひヒッピーさんの方のアカウントでやりますんでですね、うん、皆さんぜひ見に来てください。お願いします。そしてちょっと売れてるとこ売れてないところがちょっと見えてきましたね。あ、その話入りましょう、ね、大阪岡山はありがたいこと、ありがとうございます、販売いたしまして、はい、あとは、はい、だから埼玉とかも売れてるかな。ありがとうございます。で仙台だよね。仙台がね、まだ8月で言うとね売れてないんです、はっきり言うて。仙台が残ってるんです、極端に残ってまして、うん、これね、うん、そうそう、なんで仙台売れてない仙台流れてないかな、YouTube 仙台全世界に流れてない、全世界地方局やないやからうもう一回言いますね、極端に売れてないですわ。そうで、ここだけ極端に、あー売れなかった、残念っていうわけにいかんもんね。そうですよ、それはもうやっぱり47分の1逃してしまうこと、逃すって言い方あれやけど逃してしまうよ。その何十人の前やったら、うんうん、やっぱりこの俺たちの目標が、うん、このネタをブラッシュアップ、うん、強化させる、進化させるっていうのがテーマやから、それができない一箇所になってしまうから、はい、困ります、はい、どうしますか。これね、この日、ちょうどね、近々で仙台8月12日土曜日、今ある意味17時からちょうどいいなと思うのが、木下がテイラーバートの稽古で僕は何もないっていう時間があるから、これはとりあえず稽古集中しておいてください、はい、僕仙台まで手売り、うわーすごーい、はい、マジでこれはだからもうお互いやるべきことをちょっとやっていこうよ。仙台まで手売り行ってくれるの、うん、手売り行く、いつ、ほんでね、俺見てたんよ、とりあえずま、初めての体験やからやっぱり土日がいいなと思って、人が多そうな、で日曜日でまず30日やんな。そうです、30日がいけそうやね、7月30、そう、うん、
日曜日で30にまず行きます。はい。で、時間は、いろいろちょっともうちょっと考えてまた、直前に場所は、言わせてもらいます。そう、ほんでね、場所を話してたんやけど、正直どこがベストなのかわからないので、もしよかったら聞こう。コメント欄にすいません、その地域の方で詳しい方いらっしゃったら、いや、待ち合わせ場所とか、まあ、とりあえず、仙台の繁華街はここなのよっていう場所ぜひ教えていただきたいです。じゃで、そこに行きますんで。いや、だからステンドグラスとか、うん、なんかパルコとかいろいろあるけど、あるけど、ある程度、うん、邪魔になる、まあ、何人来るかっていう話もな、ゼロの可能性もあるからな。せんだあ、でもな、木下な、俺な、うん、行きます、来てください、で、イベントみたいに来てもらった人に売るっていうイメージじゃないのよ。その人たちは、来てくれる人たちは買ってくれるか、買ってくれてるかかもしれんし、なるほど。だから、単純に、ガチで売るんや。そう、街行く人々、街行く人たちに、あ、ええやん、すいませんっていうことをしなあかんなと思って、すいませんやで、急に買われて、買ってくれって、はい根性いるわ、ほんまに。あ、初体験っていうこともないか、昔養成所時代はライブのノルマがあったからチケットを引っ掛け橋で売ってたけど、なんかほんま30年ぶりぐらいに。うわ、すごいね、手売りすんねや。回す、うん、あー、回そう、回します、回して、これもちょっと見せてよ、俺見たいわ、この YouTube 見たいわ、うん、え、これどうですか、買った人も来ていただいてもいいし、うん、頑張れ頑張れ言ってね。ああ、ぜひ来てください。ね、はい。でもう買おうか悩んでる人 もちろん来ていただいていい、買っていただいてありがたいし、はい、その場でね。はい。3500円前売りでいいんですか。はい。はい、それでちょっと乗せたりしないんですね。で、ここまで来た交通費みたいな。いや、俺聞いてみ、確認やんか。どないした、言うなってこと。その何だこれ。その確認自体があかんないですね。もう3500円オンリーで、うん、そして、うん、そのまだ買ってない人たちも来ていただいていいし、全く興味ない人たちも来てもらってもいいし、うん、来てない人たちも声をかけていくと、僕がすいませんって。8月12日にあるんですけど、目標何枚ぐらいですか、イメージどうします、ノルマ、これもしあれやったらね、うん、どうですか、一応言うとかんと、掲げとかんと、やっぱ数字目標っていうのはやっぱりこう、そのみんな言います、そのノルマを、青山学院の監督も言ってます、数字で答え、目標作れっつって、その数字を言うってことは、はい、そのどんだけ余ってるかっていうのがはっきりするんやけど、はい、言うね、はい、100枚、うわ、全然売れてないやん全然売れてないやん全然売れてないやん、お願いします、買ってください、100枚も売れるの買ってください、いや、俺前代未聞やわこんな売れたらすごいって気持ち、でもすごいぞ、100枚いかがどうする、じゃあ、うん、100枚いかがどうしますか、100枚いかんかったら、本気の大人のビンタして俺悪者、俺めっちゃ悪者、行くぞ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 、なあ、86やったからな、14発やね、1枚一発だろでもさ、俺俺な、小学校の時に行ってた塾、めっちゃ勉強してた子供やってんやん、子供の時で、自分で選んだ塾やから文句は言われへんねんけど、幼馴染が行ってた塾に俺も行きたい、進学塾な、そこな、毎日授業の後にテストがあんねんか、ほんで90点が合格点やねんな、その90点に足りひん分ビンタされる、すごいすごいとこや、おのずと全員90点以上取り寄るよね、すごい時代じゃない、いやアホなるで逆に公式飛んでいくで、いや、ほんま左右やねん、両手でパンパンパン、すっごい軸いってたよな俺な、やめてまいぞいや違う、まあそれは、まあ、罰というか、まあそれはね、もう行くことがすごいことなんで、もちろん何枚でもあれなんですけど、うん、でも目標100いくんだ、目標100頑張ります、はい、はい、ということで、まあちょっと大きめのとこやったりもするんですか、仙台は、だからですが、うん、うん、そんなこともないんだ、うん、そんなことない、180やキャパ180で、要は、もうええこの際、全部言おう、180で今、50枚しか売れてません
はい、正直に行きましょう。ね、だから下がるわ。仙台言いたいわ、言いたい。50人しかおらんの前に。いや、もう50人の方ありがとうございます。ごめんなさい、その方々はね、先に前入りで楽しみに勝って、テンションを上げていきますから大丈夫です、うん、今これポケ言いましたからね、うん、下がるっていうためのポケですから、うんうん、じゃあやっぱりちょっとこれほんま頑張ってください、木本さん、うん、8月12日やってきますんで、で、まあ、とりあえずあなたはあの舞台稽古頑張ってください。すいません、いやもう本番ですよ、7月30は、うん、こんなもん、本番やってます。2人で行かんかったら片っぽどうしてんねんとかっていうこと言うてる場合ちゃうからね。もう稽古あるから稽古やっといて、俺は空いてるから俺が行く、もうそんだけの話だから。でも本番ですか、本番。ああ本番やもんな、30が千秋楽やもんな。はい、だからなので祈ってます、僕もちゃんとね、仙台で頑張ってもらえるように、朗報伝えれるように頑張ってきますんで、はい、で、だからすいません、ここいいよっていう場所を教えてください。あ、そうね、はい、ぜひ、はい、時間もだいたい昼過ぎとかなってくるのかな。そうやね、はい、まあ、また細かく次の水曜トークで話したいと思いますね、はい、その時伝えれんもんな、来週の水曜日、ね、そうです、来週の水曜日31なので、うん、31え24、ごめんなさい、あ、じゃあ8月の見てた、あ、26もう一発あるので、うん、そこで、うん、30日のことを伝えると、うん、はい、4日前にね、伝えれるということですね、はい、はい、というわけでチケット、はい、まあもちろん概要欄の方にも他の2ヶ月先までは、うん、公開してますんで、うん、ぜひ他の県、私近くにおるわ、行けるわという方買っていただきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、うん、というわけで、うん、お菓子のコーナーいいですか、今日はちょっとコメント欄読まなかったですけど、ちょっと時間があれでしたね、はい、ちょっとね、今日は、うん、さあ、お菓子でチョコレート好きですか。チョコレート好きですよ。チョコレート好きですよね、うん、でもチョコレートどうですか、あんま食べないでしょ。うん、あんま食べない。なんでなんですか。チョコレート好きやのに食べない、これ何なんですか。皆さんは何をこう、いつもうってなっちゃうんですか。あ、電話鳴ってますよ、大丈夫、出てください、出てください。正直俺は太るとか、あー、なるほど、うん、そうですね、うん、それが軽減されたら助かりませんか、うん、はい、というわけで今日紹介したいのはこちら、ブルーノというお菓子でございます。何これ。これね、外国のやつ。いや、これタイ産なんです。タイなの。これ紀ノ国屋とかネットでしか買えない345円ちょっと高めのチョコレートになってるんですけど、うん、これね、僕ね、今までいろんなチョコレート食べてきたよ、うん、でも体に良くない、甘すぎるっていうんで、うん、ガチのチョコはちょっとやめます、うん、でもそんな中でなんかいろんなこう、なんかこれチョコっぽいよみたいなの出てきたやん、うん、俺わかんない、全部ぽいぽいやつ入ってこない、うん、はい、でもこれ唯一出会いました、うん、こちらモカグルテンフリー、うん、そしてマーガリン、ショートニング不使用、うん、そして香料不使用ということなんです。で、体にめちゃくちゃ良くて罪悪感がないチョコレートと。ねえ、それは高いわ。モカブラウニークリスプなので、うん、まあ、小麦粉の代わりにココナッツ粉、砂糖、バター、食塩の代わりにココナッツシュガー、ココナッツ油で補ってると、うん、ココナッツってえげつないな。そう、ヒマラヤ岩塩と海の塩を使用してる。美味しさもヘルシーもあるということ。ちょっと食べて、ヒマラヤ岩塩。これこうやってジップロックで保存できるようにもなってるし、考えてくれてる。ちょっと食べて。おー、これ罪悪感なく美味しいで、出会ってもうたわ。あ、こういう形状。はいはいはい、ね、チョコレート、大体、うん、取って、取って食べていいよ。いただきます。ああ、うまいわ。あ、うまいわ。うまい、うん、うまい。ずっとうまい。めっちゃ美味しい。噛めば噛むほどこの、うん、後により、そう、噛めば噛むほどやね。でも一番最初は、うん、物足りなさあるよね、うん、いや、でもな、物足りなさよりも食感が先にインパクト与えてくれるから、確かに確かに、サクッパッてくるから、そっちまず楽しんでるから、
それ楽しんでる間に甘さがずーっと広がっていくから構成力がすごいこれ、うんうんうん、確かに後味すっきり、うん、めっちゃ美味しいこれ、めっちゃうまいやろ、顔腹立つわ今後味これはでもあの、なんやろ、うま罪悪感ないというか、うんうん、うまい、美味しいし、体に悪くなさそう。いや、どう罪悪感ない系の、罪悪感ないというか、ほんまにいいんやろね、あの、体への負担が、うん、そう、今までいろんな系をこれなんか試してみましたけど、これが僕の中では一番ナンバーワンの罪悪感ないチョコかな、はい。でもな、悪なき探求心をまだ51歳になっても持ってるやん、おかしいやん俺それ大事にバカにしてるやん、いやいや、ほんま大事にしーな、でも多分木下やったら多分ずっとやろうけど、俺ほんまにおかしいな、探求心が急激になくなっていって、いわゆる年相応ってやつやな、うん、それがなんかこう自分で残念やから、たまに新しいや探しに行ったりすんねんけど、やっぱりいらんのえはどうねんかおっさんやねん、普通に悪なきやろいや、まああの、ほんとここで紹介したのは、うん、あのみんながね、うん、ああ、お菓子楽しみですって言ってくれるから、うん、頑張ってます、僕もお菓子楽しみ、紹介しようと思って楽しみですって言われたら、やっぱちょっと嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい俺、紹介するからな、いろいろ、まだあるからな飲み物もあるしないろいろ出すからな、あのさ次の日売り切れたらごめんな次の日もう殺到したらごめんな、すごい影響力俺全然あんたは次の日行ったらこの前もうマツコデラックスやったら一瞬の売り切れるからね、どうぞどうぞ、あの今コンビニで売ってるあの久々にアイスクリーム買ってみてんか、珍しくこれにした、ああええな、クーリッシュのダブルマスクメロン、ああ美味しい、売ってるな、そう、まだ食べてへん俺、もう まず売ってないね、もうすぐ売り切れるから、たまたま売ってる時に買ってんけど、あれは久々に感動した、だからまだちょっとかすかにその炎が残ってんの俺、なるほどなるほど、うん、でまあわかりました、ちょっと食べてみます、うん、一回チェックします、なんでちょっと上かねなんでなんか本部的な感じの本部、俺オリンチスタッフ的な立ち位置をパパって作ったね、今ちょっと情報を、はい、皆さんのこれ美味しいよなんていうのがあったら教えてください、はい、あのコメント欄は、ね、あのほんまほんま相変わらず見てますし、もうずっと見てるわ、で今日呼ばれなかったけど、でいいねちょっと遅くなってませんかっていうご指摘もあったんですけど、ちょっと今ねツアー前でバッタバタしてて考えることもあったんです、はい、でも申し訳ない、見てますって、うん、はい、相変わらず見てますんで、見てます、うん、そしてまあ本当木本のあの仙台の場所、うん、はい、また教えていただきたいと思います、はい、というわけで今日は以上です、うん、どうもありがとうございました、バイ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 。来てくださいじゃなくて、あの行きますって感じやな。あれ、来ました、うん、口で言うた、お前はっきり言え、これヤクザやん、はっきり言うな、新ネタで回りたいな。